海中か。ずっと炎天下にいるとさ、水の中ってのは気持ちいいな。のんびりしている場合じゃ。平気平気、こんな海の中じゃシルニスってやつもそう素早く動けないはずだぜ。息が。まったく。プレスティーヌ様、海の女神様ってどんな方なんでしょうか。私も海の女神についてはあまり知らないのです。あなたは？先代の砂漠の女神様から聞いたことがあるな。よくわかんねえけど、海の女神は他の女神はあまり好きじゃないらしい。それにここは海の中だ。普通の人間は息ができないだろう。だから守護者も置かずに一人でかけらを守ってるらしいぜ。ちょっと息ができないんですか？大丈夫ですか？ああ、死ぬかと思いました。二度とこんな経験はしたくありませんね。大丈夫大丈夫、ちゃんと生きてるじゃん。びっくりしましたわ。大丈夫ですか？お二人が人間だということをすっかり忘れておりました。森の祝福をかけましたので、これでもう息ができるはずですよ。よかったじゃん。じゃあ行こうか。どうやってここまで。シルニスというものの部下のようですね。おう、いいね。さっさと救出に向かおうか。あれ、セイラちゃんは？おトイレ？なんだい、プレスティーナ様。ちょっと心配ですわね。今回も私たちが遅れてしまって、かけらを奪われたら。まあ、気持ちはわかるけどさ、心配したってしょうがないじゃん。もっと希望を持って明るく行こうぜ。私を元気づけてくださるのですか？まあ、そうだけど。なんだか意外ですね。なんかこういうのは恥ずかしいな。いいえ、だいぶ気持ちが落ち着きました。セイラが戻ってきたら出発しましょう。あのレドナスさん、どうされました？ひどい汗。突然で申し訳ないのですが、私はできれば村で待機させていただければと思います。え、何？もしかしてさっき息ができなかったから？その申し訳ありません。あれ、レドナスさん、おトイレですか？あいつらはなんだ？止まれ、何者だ？ここより先は立ち入り禁止だぞ。うわ、こいつら喋ってるぜ。ここは海の聖域、部外者は入れない。今すぐ立ち去ってくれ。待ってください。私はプレスティーナ、森の女神です。ひょっとして海の女神の守護者ですか？そうだ、海の女神様は俺たちが守っている。何人たりとも女神様を傷つけることはできないぞ。こいつらが守護者？よかった、まだ間に合います。今この場所に危機が迫っています。海の女神様に会わせてください。断る。ここは誰も通さん。しょうがないな。こうなったら力ずくで。はい、行くぜ。そこまでよ。え、アルブレ様。あなたたち女神ね。お、あんたが海の女神かい。アルブレ、変わった名前だね。失礼いたしました、アルブレ様。ご覧の通り、
私たちも女神でございます。この海に、いや、世界に危機が迫っており、それを知らせるためにやってまいりました。帰って。聞こえなかった。私はあなたたちを、女神を信じていない。帰って。何言ってんのさ、あんたも女神だろ。話ぐらい聞くのが礼儀ってもんじゃねえの。アヌート様。アルブレ様。早く帰らないと、ただじゃ済まないわよ。アルブレ様に従え、侵入者ども。どうする。仕方ありませんわね。ここは一旦彼女に従いましょう。アルブレ様、これだけは聞いてください。シルニスという者が使徒のかけらを奪い、使徒を復活させようとしています。力を合わせてそれを阻止しなければなりません。では私たちはこれで。シルニス、まさか。どうすんのよ。シルニスは必ずアルブレ様を襲いに来るはず。アルブレ様が私たちを敵視しても仕方ありません。聖地の近くで危機に立ち向かうための準備をしなければ。そうです、これはチャンスですよ。じゃあ決まりだな。さ、行こうぜ。この音は誰か戦ってるみたいだけど。下がれ。ダメだ。いくらシルニス様とはいえ、それはできない。なら仕方がない。お前たち、あの時逃げた小娘か、そして人間、お前らが女神を助け出したのか。少しはやるようだな。また会いましたね、シルニス。今回は欠片を渡しませんよ。それはどうかい。この力は。皆さん大丈夫ですか。お前は使徒の力に影響されないのか。なぜだ。まあどうでもよい。今回は見逃してやろう。これ以上邪魔をするな。ちょっと待ってください、私が何とかします。全然対抗できなかったぜ。何なんだよ。なんとかあの力を払いのけられましたね。さあ早く追わなければ。私たちも早く行きましょう。これは闇の力がまだ残っていますわ。シルニスがモンスターを堕落させたようです。気をつけてください。ぶっちゃけその力に勝てる自信はねえけどな。じっとしてらんねえ。行くぞ。アルブレ、やっと会えた、シルニス。いいえ、姉さん。驚かないのか。欠片を守っていればいつか会えると思ってた。お前に手荒な真似はしたくない。おとなしく欠片を渡せ。嫌だと言ったら。なら仕方あるまい。この力は使徒、本当に使徒を復活させるつもりなの。ダメ。私はもう戻れぬ川を渡ったのだよ、アルブレ。もう手遅れか。しつこいぞ。邪魔をするなと言ったはずだ。今回は
ちゃんと相手をしてやろう。もちろん私じゃなくてアルブレガナ。ふぶけ砂嵐、ふぶけ砂嵐。アルブレもダメだった。もう逃げられませんよ、シルニス。ああ、勝てる自信、マジないけど。何を言ってるんですか、アヌート様。できるものならやってみろ。あの攻撃、確か私には効いてなかった。セイラ、えい。何、一体どうやって。どうなっちゃったの？私がやったのかな？まさか、そういうことか。お前、まだ女神の力を完全に覚醒させていないのか。なんかよくわかんねえけど、チャンス！私に任せてください。何これ、話して。お前ならおそらくこの小娘は私がもらおう。セイラちゃん、ちくしょう。そんな。おい、大丈夫か。姉さんは？姉さん？何の話だ？セイラ！あちゃ、こっちも壊れたか。おい、しっかりしろよ！何やってんだよ、シャキッとしろ！早く動かねえと、本当に手遅れになっちまうぞ！おい、あんた。アルブレだっけ。詳しい話は後にして。あんたの姉ちゃんがどこに行ったか心当たりはあるか。シルニスの目的は使徒の復活なら大所の山に行ったはず。大所の山、最後のかけらがあるとこか。誰が守ってるんだ。確かレイラという女神。女神の好戦的で残酷だと聞いたわ。とても強いから、姉さんでもそう簡単にはかけらを奪えないはず。よし、じゃあ時間は十分あるな。プレスティーナ様、大丈夫か。セイラちゃんは必ず助け出すだよな。セイラ、お願いします。どうかセイラを、セイラをお助けください。